お世話になります。ひとりでございます。また、レイドの更新ございましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回、出現するポケモンは、太陽と月ですね。つまり、ソルロックとルナトーンでございます。この2匹だけらしいっす。で、さらに今回は、嬉しいことに初の試みされています。何かというと、ソルロックとルナトーン、どちらも色違いが出るということです。これはマジでやばくないっすか？一番マジでガチでやばいっすね。確か今までもこういう対になってる系のポケモンとかもいましたけど、やっぱ片方しか出なかったんですよね。ですが今回は両方とも出るということで、マジでやばいっすね。でも多分、剣立てのユーザーが減ったからこういうことやってるんでしょうけどね。まあそんなのはいいよ。でしかも今回はその2体しか出ないらしいので、捕まえやすくもなってるんじゃないかなと思いますんで、今回色違いだけ両方ともゲットしていきたいなと思います。初めてです。2体ゲットするのは色違い。じゃあ行きましょう。やり方についてはいつも通りね、不思議な贈り物から必ずワイドエリアニュースを受け取ってください。はい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 。でこれ受け取ったらですね、 OK ですね。で出現する場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、好きなとこにインしていきましょう。私はここが好きなんでここに入れていきます。はい、来た。いきなり来たね。ただ4つ星だと色違いの確率上がってないとのことなんで、ここからねみんなで挑戦で本ボタンで、それで設定で1日進めるっていう感じで、別のねルナトーン、もしくは、あれですね、ソルロック、の5つ星を目指してちょっとやっていきたいなと思います。もう日付やばかったっすね、今マジで。でそれでね、イベントレイドの巣穴で、必ず日付変更バグやらないと、結局、別のやつ出てこないので、そこはご注意ください。まあそんなの知ってると思うけどね、もう今更ですけど、まあ私はもうね2023年にいますよ。もう12月ですよ、もう年末です。はいはい、これでやって5つ星出るまでねひたすらやってきますよ。あ、来た来た来た。来ましたね。これで色違いの確率が上がってるらしいんで、で、出たら必ずレポート書いておきましょうね。はいはいはい。はい、じゃあ行きましょう。行くよ。頼むよ。2つで切ってくれた。これやばいよ、マジで。そしたら超大興奮だよ。はい。わかんねえ。色違い。こいつの元々色違いがわかんねえから、今喜ぶもん。あ、マジ来た来たじゃんマジか色違いに見えねえよ。なんで来んだ、一発で。ありがとうよ。マジかよ。なんでそんな嬉しいんだけど。色違い2体捕まえるってね宣言してめっちゃ時間かかるであろうにそこを配慮してくれたのか、ちゃんとね一発で出てくれるっていうね、すごい、めちゃめちゃありがとうルナトーン。ということは潰していきましょう。ダイマックス放りましょう。しかもバリア3つっていうね、色違いで5つ星ですよ。なのに3つ。いかちいな。超楽じゃねこれ。相手そんな強い技持ってないでしょ。せいぜい全体技、岩落としとかそんな感じじゃないの。How do you be nice, we feel better, and the kind of best of me will. パッパラッパパッパラッパパッパラッパパラパ。おい、倒してくれた、ありがとう。めちゃめちゃ一気に倒してくれたわ。リピートボールでいきましょう。さらにこれ一発で決まったらかっこいいよ。めちゃめちゃかっこいいぞ。しかもこの5つ星出るまでもめちゃめちゃ早かったからね、そもそも。色違い一発で出るだけじゃなく。でも今回も確定からも、おっしゃー！いいよ！いいよ！気合い入ったね、めっちゃ。余裕じゃん。どこが色違いなのこれ。メンタマン？わかんねえわ。色違いっぷりがどこか、あんまり、このルナトーンを見つめたことないからさ。わかんねえよ。KK アメ L2 個、XL1 個。ということで、まあまあ、いつも通りですね。やっぱり報酬はね。鎧小助、マックス小石、フィラーの実、猫部とか、まあそんな感じですね。まあ一応見ときましょうか。はいはいはい。いきますよ。あう !5V っすね。まあいいんじゃないでしょうか。はい、レベル60のルナトーンでございます。特性浮遊で地面から浮くことによって地面タイプの技を受けないっていう感じで、ムーンフォース、レイトビーム、サイコキニス、ストーンエッジでございますと。なんかもう全然弱かったっすね。レイドでも。やっぱ岩落としとかやられ、岩なだれとかやられたってだるいけど、そういうのないから、まあ楽っちゃ楽なんじゃないでしょうか、倒すのも。慎重な性格で暴れることが好きっていうね、矛盾した感じですが、ルナトーンちゃんゲット。私知識なさすぎてちょっとルナトーンが色違いかわかんないけど、マジクソ早かったんだけど、何分だろう。10分以内でもう9分ぐらいで捕まえてますね。で説明の時間とかあるから、それも減らすとまあ5分ぐらいかな。だから実質、いや早すぎ。じゃあソルロックの色違い残り捕まえてもう終わらせましょう。一発で来いよ。
はい、来た、一発で。また一発で来た。え、なんか最近イベントレイドの巣穴のさ、あの確率も上がってねえか。だって、私今までのあの動画見てくださった方だったらわかると思いますけど、そのイベントレイドの巣穴見つけるだけで発狂してた時ありますからね。十何回ぐらい出なくて、みたいな時。あ、ソルロック四つ星。五つ星ですね。こいつもまた五つ星で確率が上がってるので五つ星出していきましょう。なんでだろう。結構最近運いいな、マジで。だって普通に今までさ、最低2、3時間ぐらいかかってましたよ。ここ、だから4、5回は、本当に確率が高い気がする。気のせいかな。まあ、とりあえずやっていこう。はい、来た、五つ星、ソルロック。なんかもうすぐ出てきそうな予感するね。まあ、とはいえ、ちゃんと落ち着いてレポートまずは書いておきましょう。はい、それで行きますよ。行くぜ。来いよ。ワンチャン来るぞ。でも多分こいつも私、色違いわかんないから判断できるかわかんないけど、来い！違うか、多分違う。何？なんか一瞬なんかワープみたいにしたね、今。わかんねえけど。やめて！そういうの。来ないのやめて。マジで色違いじゃねえか。こいつは。あー、違ったー。まあ違ったらね、リセットしていきましょう。リセットしたらまた同じく五つ星ソロロック目指していくだけですね。あと繰り返しです。オッケー、来た！連続！これ運来てるよ。きっと来るよ。きっと来る、きっと来る。ふー。来ねえか。なかなか、無理だね。ウェイ！無理！無理！マジ？ちょっと厳しいな。やっぱ 2% って厳しいんだな。おい、あんな早く出てきてくれたのになんで急にこんな冷たいの？厳しお前マジ？わぁ。いやぁ。ああ、もう、やだよ。辛いな。疲れたな。ダメなんかい。ぱーくそ。来てくれ。来い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 。あ、来たんじゃね？これ来たんじゃね？来たんじゃない？来たんじゃないっすか、先輩。先輩。先輩！先輩！来た！よっしゃ！今映画見始めたところだけど、もうすぐ5分で終わったわ。ざけんな。でも嬉しいわ。でも結構早いわ。普通よりは早いわ。で、かかった時間は45分ぐらいか。めちゃめちゃ早いじゃん。そしたら普通に。全然来ねえなと思ったけど、思ったより早かったですね。やっぱ確率上がってるんじゃないですか、これ。多少。あ、こいつも色違いソルロック、三つ星じゃなくて五つ星。バリア三つですね。ガチ少ねえな。オッケー、倒してくれた。サンキュー。リピボで行きましょう。こいつは決まってくれるでしょ。さすがに空気読んでくれるでしょ。まあなんか最近、こっから出ることもあんまないけどね。最近は。だからもう、だからこそ出たらもうぶん殴るわ。ぶち壊すすべて。オッケー、ありがとう。サンキュー、ソルロック。はい、これで。あ、やっぱ色違い、こいつはわかるね。ギンギンにわかりますわ。なんかトマトみたいな色してっからね。なんか遊戯王感あるな、なんとなく。まあいいや、それはいいとして、報酬は経験飴 L2 個、XL1 個。まあさっきと全く一緒じゃね大きなキノコとカウルキノコがさっきなかったかな。まあそんぐらいでほぼさっきと一緒。フィエラの実もあるし、っていう感じでございました。はい、じゃあ、見ていきましょう。来い！あー、5V! まあまあまあ。グッドだよ。ソルロックレベル60でございますと。それで特性浮遊で地面から浮くことによって地面タイプの技を受けない。まあこれは普通にみんな一緒かな、特性で。フレアドライブ、ソーラービーム、サイコキネシス、ストーンエッジということで、全部ね、横文字感のあるやつですね。まあ、こいつも、レイド中も、クソ弱かったんで、全然大丈夫でしたね。こいつも、うざわざ、岩なだれとか、岩落としとか持ってなかったんで、よかった。で、頑張り屋な性格、ちょっぴり見えっぱりということで、いいね。で、リボンを当然持ってないということで、このトマト野郎、ゲットさせていただきました。はい、ということで、今回は太陽と月がね、どっちも色違いで手に入るということなんで、確実に、100% やった方がいいと思います。あ、そういえば言うの忘れてましたが、期間はいつも通りね、9月20日月曜日の8時59分までとなっておりますので、早めにゲットした方がいいと思います。いや、今回マジで早く終わったんでめっちゃ興奮してます。心をそそるロック聞いてぶち上げていきたいと思います。